こんにちは、ザコーヒーショップの萩原です。桃崎です。はい、今日は、前回に引き続き、はい、エイプリルというドリッパーを使ってコーヒーを抽出していきたいなと思っております。で、まあ、前回もご紹介した通りで、このエイプリルというドリッパーは、まあ、デンマークの、エイプリルコーヒーロースターというところのパトリックが開発したドリッパーで、まあ、非常にこう抽出の安定性があるということで日本でも人気のあるドリッパーですけれども、前回はね、このエイプリルの公式ペーパーフィルターを使って抽出しましたが、まあ、日本のウェーブフィルターといえば、まあ、カリタのね、はい、ウェーブフィルターの方がまあよく目にする、手に入りやすいフィルターになっておりますので、まあ、今日は、まあ、主にこのフィルターの違いというところを入れ比べて検証していけたらなというふうに、はい、思っております。プリルのフィルターがちょっと取りやすいから、取り出しやすい。日常使用にはいいんじゃないのかみたいな、そうです、ね、話があって、まあ、カリタのフィルターといえば取り出しにくいではないまあ個人的にはね、最初がね結構ギチギチなので、そうなんです、取り出しじゃないですよ、ね、そうなんです。まあそれも含めてですけれども、味の合いの違いもね、はい、どういう風に出るかっていうところを比較していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。で、動画参考になったよという方はぜひ高評価チャンネル登録もお願いいたします。お願いします。はい、では、まずフィルターの違いを簡単にご紹介していきたいんですけれども、このエイプリルのフィルターはですね、まあ、エイプリルのドリッパーで入れるようにパトリックが、開発したフィルターですね。このカリタのフィルターと比べるとですね、これ量は減ってるんで取り出しやすいですね、うんうん、今量が減ってるんで取り出しやすいですけども、若干厚みが薄い、うんうん、手で触ってもまあなんとなく分かるぐらい、こっちの方が厚みが若干薄い作りになってますね。まあ、形はまあ大体一緒なんですけど、リブの数とかも大体一緒なんですかね。リブの数もまあ基本的には一緒ですかね、うん、まあ、主に違うのはやっぱり素材と厚み、紙の厚みの部分が違いますかね。あとはカリタウェーブの方が若干この背が高い、ですかね、うん、若干背が高いかもしれないです。背が高い、あ、本当だ、ですね。まあ、こう目視で見ても、まあ、こっちの方がよりしっかりした紙感があって、こっちの方がよりこの薄い繊細な紙感というか、こんなような違いがありますね、うん。まあ、これが実際抽出したところでどういう違いが出るのかっていうのをこの後実際に入れ比べて検証していきたいと思います。はい、それでは実際に抽出していきたいと思います。今日抽出に使う豆は、ホンジュラスのロスピノスのティピカハニー、はい、いい豆ですね。いい豆ですね。今ザーコーヒーショップで発売中のプレミアムクロップですけれども、まあ、このエイプリルのドリッパー自体が割とこの浅入りの想定を、浅入りを抽出することを想定して作られている、ドリッパーだったりレシピだったりするので、はい、まあ、比較的浅めの、焙煎のお豆を今日はご用意しております。ジャスミンみたいな香りとかね、滑らかな口当たりが特徴のプレミアムクロップになっております。で、まずは、カリタのウェーブフィルターを使って抽出していこうかなと思います。で、抽出のレシピは前回の動画と同様、基本的な、エイプリルの公式の推奨レシピに合わせて入れていきたいと思います。はい、まず豆量が 13g ですね。豆量は 13g 使いまして、引き目は中細引きです。やや中細引き、中細、はい、今日はバリア VS3 の、買い場がハイパーノバウルトラに変更しておりまして、はい、引き目が9番で引いていきます。じゃあ早速引いてまいりますね。はい、で引き終わりまして、ペーパーフィルターに湯通しをしていきます。まあ、カリタウェーブね、多少やっぱりその紙の香りといいますか、ペーパーフィルターのこの香りの癖が気になるという方も、うん、まあちらほらいらっしゃるというところで、うん、やっぱちょっと特有の香りがちょっとありますね。コーヒーに合わさったらめちゃめちゃ気になるってわけですよね。まあそうですね、はい、気になる人は気になる、まあその人はできるだけ熱いお湯を使って湯通しをしてあげると、うん、匂い取りといいますか、匂いが比較的落ちるというふうに言われております。お湯は 200g94 度で
抽出していきます、はいはい、粉はさっき引いたもの 13g ですね。 13g 入れまして、表面を慣らしてセットしますと。で、94度 200g のお湯を、100g ずつ2回に分けて注ぐだけなんですけども、はい、注ぎのこのサークルプアとセンタープアというのを使い分けながら入れていきます。それでは注いでいきます。タイマースタートと同時に、まずは 30g サークルプアで粉全体にお湯を注いで、残りの次は 70g そのまんまセンタープアで真ん中に注ぎます。で、合計で100まで注いだら一旦蒸らしと言いますか、注ぐのをやめます、はい、で35秒になったらもう一度同じ注ぎを繰り返して、あとは落ち切るまで待つというシンプルなレシピですね。シンプルです。35秒になったので、また 30g はサークルプアして、残りの70はセンタープアでかさを上げていきます。だいたい55秒ぐらいで今注ぎ終わりですね。今回ペーパーフィルターの比較検証ということで、できるだけその辺の注ぎの違いが出ないように頑張ります。まあ、あの平底で抽出の再現性が高い、比較的お湯抜けもそこまで早くないドリッパーなんで、注ぎによるブレっていうのが意外と少ないのがやっぱり魅力かなと思いますので、その辺はあんま心配はしてないんですけど、レシピもすごいシンプルなんで慣れれば、そうですね、覚えやすくて失敗が少ないレシピはやっぱいいですよね。再現性も高いので、一応公式では2分半くらいで打ち切りという風になってるんですけど、はい、まあ、前回の動画でもお伝えしましたが、その北欧ローストといいますか、うん、超ライトローストを想定し の, あのレシ数字になっています。やっぱり浅入りの方が豆が最後沈んで抜けが悪く、抜けがこうゆっくりになりますので落ち切りに時間かかりますが、まあ、僕らのザコショップの浅入りぐらいだともう少し早めに落ち切っても、別に悪くはないと言いますか、いい感じかなとは思っております。という話の通り、今2分10秒ぐらいでほぼ落ち着いですね、はい、20秒ぐらい、ちょっと早いけど、そうですね、10秒から15秒で一旦始めますかね、2分15秒で今始めております、はい、じゃあ早速飲んでみましょう。カリダのウェーブフィルターを使っての抽出です。あ、ちなみにサイズは185です、ね、はい、豆はホンジュラスロスピノスティピカです。いただきます。うん、もう普通に美味しい、うん、美味しいですね。まあ、これがどう違うかね、はい、はい、次はこちらのエイプリルフィルターを使って入れていきたいと思います。はい、では続いてはこちらのエイプリルのフィルターで同じレシピで抽出していきたいと思います。はい、豆量は同じく 13g で、引き目も変わらずバリア VS3 の、カエバハイパーノバウルトラで9番ですね。同じくエイプリルも湯通しをしていきます。でこれ地味に湯通しの時なんですけど、このフィルターをこう底につけるような感じで指でこう押さえてあげて湯通しを始めてあげないとちょっと浮いちゃうんですよ、フィルターが。ちょっとセットが変わってきてしまうので、その浮き具合でちょっと微妙に味の変化が出ちゃって、ちょっとこう指で押さえながら、はい、リンスしてあげるといいかなと思います。髪の匂いは借りたより若干少ないような気がする。うん、ような気がする。若干ねほぼ変わらないというか、うん、まあ、若干、まあ、実際抽出した時にどれぐらいの差になるのかはちょっと分かんないですけど、うん、髪の匂いはそんなになんかあんまり気にならないかな、むしろ、うん、っていう気がしますね。なるほど。まあ、その辺も多分この素材の
違いなんでしょうね、うん、はい、では同じレシピで注いでいきます。いきます。はい、30はサークルプアで、そのまま 70g センタープアに移行しますと。合計で100まで刺されたら35秒まで蒸らし、はい、35秒経ったらまた同じ注ぎを繰り返します。 30g サークルプアで、 70g センタープアで、だいたい55秒で注ぎ終わりだったので同じぐらいを目指します。はい、ほぼ一緒ですね。さっきは2分10から15秒ぐらいで落ち切りでしたが、その辺が差が出るかどうかもちょっと見たいなと思っております。例えばエイプリルドリップは買おうかな、個人的に買おうかなって言ってたけど、どうするちょっと買おうか今ちょっとオレアかエイプリルかどっちかちょっと欲しいなって、はいはい、ヘラドコのね、まだまだ迷い中なんですよ。オレア実はね、トーチタイプが出たんですよ。トーチタイプのオレアが出まして、ちょっとそれも惹かれますね。それね、そこの穴がもう大きい一つ穴なんですよ、ね、ボコンって穴が開いてるタイプが出て、それは今取り寄せ中なんで、じゃあちょっとそれも検証を聞いて、はい、桃崎はそれを購入すると、ね、僕の検証次第で買うドリッパーを決めるっていう、ね、僕も参考にしてる、参考にしてもらってそのうち検証します。はい、次どうですかね。落ち切りはこっちの方がちょっと早いですね。こっちの方が早い、はい、やっぱり紙の厚みが違うからでしょうか、まあ、2分5秒ぐらいで今ほぼ落ち切りなんで、うんうん、まあ、大体5秒から10秒ぐらいは早い感じのイメージですね、はい、うん、味わいにどう変わってくるか。そうですね、じゃあ飲んでいこうかなと思います、エイプリルのフィルターで抽出したホンジュラスのロスピノスティピカハニー、はい、ね、落ち切りの時間違うんでね、当然味も違ってくると思うんですけど、いただきます。全然違う、結構違うんじゃないですかこれ。あ、違いますね。まあ今ちょっとカリタの方が温度下がってるんであれなんですけど、うんうん、でもなんかカリタの方が割とバランスよくというか、うんうんうん、どのフレーバーもこう均一な感じで抽出できてる感じがあるんですけど、このエイプリルのフィルターの方が明るさがあって、よりジャスミンのこの酸の感じがあり、後味も結構、アフターもすごい長い印象があります、うん、そうですね、まあ、エイプリンの方が、まあ、抽出時間も短いってのもあるとは思うんですけど、酸とフレーバーがよりこうくっきり、うんうん、味わいがくっきり出てる感じが、味の輪郭がはっきりしてる感じが、そうですね、美味しい。あ、僕は結構エイプリルのフィルター派かもしれないです、うん、これはこの豆に関しての、 味の特徴、いいところ、長所の出方でいうとエイプリルの方が出てる感じはありますね、うん、カリタの方が、まあ、良くも悪くもちょっと味が後ろがかってるというか、うん、だし今の抽出でいうとちょっとトゲ感というか、アストリンジェント、ちょっと刺激的な味がちょっとありますね。まあ抽出のレシピ自体がそもそもエイプリルのドリッパーに合わせたレシピなんで、はい、まあ、当然ちゃ当然なんですけど、なのでカリタのフィルターで入れるときは多少レシピの修正が必要かもしれないですね、うんうん、例えばもうちょっと引き目を粗くしてみるとか、はい、うん、そうですね、引き目を粗めに振って度数を上げる、うん、もうちょっと粉りを使うとかっていう調整をした方がいいかもしれないですね。まあ、その標準のレシピだとちょっと、うん、調整が必要というだけ で、ね、調整すれば全然美味しくなりそうな感じがしますね。ちなみにこれフィルターの1枚あたりの価格というか、うん、コスト的なところってどうなんですか、ね、エイプリルのフィルターが、いくらだっけな、50枚入りで、
1890円ぐらい、まあちょっと高いですね、うんうん、ちょっと高いで、カリタの方が、まあ、これ買うタイミングとかどこで買うかとかにもよると思うんですけど、うん、まあ、多分500円しない。ああ、だいぶ違いますね。そうですね、まあ、価格差は正直ありますね、うん、5、6倍値段が違う。確かに確かに、まあ、ちょっとでもそこも毎日入れるとなると判断材料としては大事な部分で、まあそうですね、それをどう捉えるかですけど、単純に今のレシピで今の豆で今の環境で今の抽出だと、うんうん、まあ、個人的にはエイプリルがいいかなっていう感じはまあ否めないですかね。でやっぱりお湯抜けが多少いいというのがなんとなく、うんうん、分かったところで、お湯抜けがいいっていうのは個人的には非常にいいことだと思っていて、やっぱりそのレシピの幅も広がるし、はい、抽出の抽出でこの出したいところを狙って出すっていうところの目的を考えると、まあ、いいことかなとやっぱ思いますので、でそれってどうにもならないんですよ、注ぎの技術だと。その技術だとどうにもならなくて、まあ、レシピを多少調整することはできますけど、まあ、限界があるんで、そういうのを考えるとやっぱり抜けがいいものの方が基本的にはいいかなというのが、ちょっとコストが高いけど美味しいコーヒーが楽しみやすいではないか。そうですね、うん、あとまあこの単純にこのパッケージもいいしね、なんか使用感は確かにちょっと海外っぽくてそうそうそう可愛い。個人的にはなので朝入り の, フィルター抽出する方、エイプリルのフィルターは結構いいかな、はい、今のところの感想でございます。はい、あとは、平底フィルターといえばですね、まあ、界隈ではちょっとね、もう一個新しいフィルターも実はちょっと話題になっているところでありまして、フィリピンのナナというところから、のウェブフィルター、まあ、コンペティションフィルターなんて言ってますけどね、はい、それも割といいよというような評判でございます。それ今取り寄せ中でございます。届き次第またそれも検証してご報告したいなと思っております。はい、はい、まあ、その他何か気になることあればぜひコメントなどでご質問いただけると嬉しいです。ということで以上、お相手はザコーヒーショップの萩原と桃崎でした。ありがとうございました。ありがとうございます。また来週。